です。どうぞ。新潟国際情報大学新潟中央キャンパスに完成したオープンスペースつなぐ。企業がサテライトオフィスとして利用できる4つの部屋を構えているほか、学生や企業関係者の交流を目指した300平方メートルほどの共有スペースを設けていて、産学連携やインターンシップへの活用を目指しています。なるべくこう使う人が気持ちよく使えるような、その便利さっていうよりは快適に使えるような、まあ、使っている人が明るい顔をしているような場所がいいと思っています。費用の半額を補助する県からは、企業や団体が集いイノベーションに挑戦する拠点になることが期待されています。